さん、こんにちは。ティンダーメラクイワティンタクです、今回は撮影地を紹介します。はい、撮影地、まあ桜、鈴鹿とかいいですよね、稲部。あとは鉄道の風景、千葉だろうね、特に石神地区もそうですが、やっぱり、トロッコ、あの白山神社もおすすめ。瀬戸内の桃色も代表しておりますね、桜。いろんな桜、四国地方です。佐賀、長崎も綺麗な場所ですね。はい、フルーツバス停がやっぱり景色絶妙です。奈良の桜名所も本当にいいですね、奈良桜。福島もやはり見張るでしょう。はい、日本一の桜、やっぱり京都もいいけど、長野、山梨、北海道もやっぱりどこも綺麗です。はい、一本桜や、はい、東北の新緑も見たいですよね。山形と福島両方またがる山もいいですね。はい、春の景色もいいもんですね。五稜郭、弘前城もやっぱり有名でございますね。ツツジとか、あと屋久島、あとはまあ棚田もいいですね。はい、いろんな棚田、東北もいいけど、やっぱり新潟でしょ。山口の初夏の季節もやっぱりいいもんでございますね。はい、幽霊の森、あとは美ら海、やっぱり夏はやっぱり美ら海と島でしょ。いろんな島も見えて、あと北海道は美梅もやっぱりいいですね。ラベンダー畑とか、はい、阿蘇とか、はい、いろいろです。はい、というわけで以上です。バイバイ。